県内各地を巡ってきたフリーアナウンサー。今度はどこ行こう。ここどこ？由利本荘市。しおりちゃんだねえか。何し食べ。由利本荘市で写真映えするところに行きたいんですよ。だなが任せれ。メモのいっぺ紹介する。お待たせ。バリトンさん、せば早速行くべ。お願いします。由利本荘市で映えるおいしいもの発掘の旅スタートです。まず訪れたのは老舗の醤油味噌醸造元。おお、すごい。あら、木桶。本当だ、木桶。この土蔵はですよ、うちで創業が明治3年1870年ですから、はいはい、そのちょっと前ぐらいに作った土蔵でないかなと思います。明治初期に建てられた蔵は今も現役。木の桶では醤油のもろみを熟成させているんです。醤油を絞る作業にお邪魔しました。手作業で一本一本ボトルに詰めているんです。バリトンさん上手ですね。うん、お、もうちょっとだ。まもなくです。ありがとうございます。絞りたての醤油。待て待て、しおりちゃん飲んじゃうの。おいしい。どう、こんなに違い出るんだ、おいしい。豊富な種類の醤油のほか味噌も作っています。受け継がれてきた伝統の食文化。予約をすれば蔵の見学もできます。由利本荘市の市街地から車でおよそ40分。これ鮭のつまみに最高いんだよ。フランス鴨のささみだの。実はここ東由利はこのフランス鴨の産地なわけよ、はい、へー、うん、知らなかった。フランス鴨はフランス原産の鴨の一種。国内での飼育は少ない高級食材なんです。さあ、今日はフランス鴨を生産している金子拓夫さんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いいたします。どうも。なぜここ東由利でフランス鴨を育てようと思ったんですか。はい、こんな田舎でありますので、何か特産品を考えて模索していました。また東急農業として何かないかなと。フランス鴨の肉は由利本荘市の特産品として定着しています。しおりちゃん、はい、せっかくだからフランス鴨食べていかねえか。え、ここで食べられるんですか。だよ、食べたい。うん、私は鴨ラーメン。わー、美味しそう。チャーシュー、鴨肉、いただきます。柔らっけ。うん、鴨肉の風味がね、最高ですね。しおりちゃんはフランス鴨の鍋を。いただきます。おいしい。脂身の部分がこう柔らかいからじゅわーってとろけますね。県の内外で人気があるフランス鴨の加工品。道の駅東由利のほか、インターネットでも買うことができます。いわきインターチェンジのすぐ近くにある燻製の専門店。
酒のつまみのパラダイスです。ねえ、燻製っていうと卵とかチーズのイメージはあったんですけど、ね、こんなに数も種類も豊富なんですね。まあ、鶏肉、豚肉とかあと魚類のそういった燻製に合うものをいろいろ作っております。こちらの店で売っている燻製は肉や魚、チーズなどなんと30種類以上。商品はすべて店で作っているんです。この中に入ってるんですか？入ってます、はい、今日はこちらの何買ってて、おお、はい、チーズ。これどれぐらいの時間燻製させるんですか？これは今日1日目で今日5時間かけます、うん、で明日もう1回5時間かけます、うん、すごいいい香りがしますが、はい、どんな木を使って燻製してるんですか？うちは桜の原木を使ってます。どういった食材にも、まあ、香りが合うっていうか、うん、食べやすくて優しい香りですので、飽きのこない優しい味がこの店の商品の特徴。しおりちゃん、なんたもんだべ。お、噛めば噛むほど、うん、燻製のいい香りが口の中いっぱいに広がります。素材の美味しさをちゃんと活かしながら口いっぱいにこの上品な香りがふわって広がって美味しい。商品は店頭のほかインターネットでも買うことができます。すごい綺麗なリンゴですね。だのよ、ここ西目地域は、はい、実はリンゴの産地なんですよ。え、早く知りたかった。ここあたりのこのリンゴの木って線がこう低いのが特徴なんですよね。ですね、うん、毎回栽培って言って、はい、木をちっちゃくするんですよ、はあ、なぜかって言ったら、うん、ここは雪が少ない、はい、なので木を大きくしなくても、はい、うん、非常にやりやすくなる。木が小さいとやりやすくなる、はあ、リンゴの実にまんべんなく日が当たるため色づきがいいんです。斉藤さん、すいません、はい、せっかくあのしおりちゃんのこっちで来たので、はい、こういうもんでみてもんだすな、うん、それはね、じゃあやってみてくね。やってみたいです、うん、指を当てまして、はい、でこれをこう上げる、はい、じゃあポッとポッと取ります、うん、スッと上げれば取りますんで、うん、頑張れ頑張れ。おー、綺麗に取れました。わー、真っ赤なリンゴゲットしました。自分で取ると喜びもひとしおですね。ちょっとちょっと、リンゴの皮むけだば、まがひできれ。お、うん、結構難儀むけですよ。あ、今はすごくいい、うん、あら、あら、皮むきがあるんです。おー、すごいすごい。こっちから見れば鉛筆削りですけど。いきます。はい、おー、すごい。なんか面白い。これ欲しい。じゃあいただきます。いただきます。はい、シャキシャキ、甘いよ。甘い。由利本荘市って来てみなければわからない美味しい食べ物がいっぱいあるんですね。他にも梅物いっぱいあります。町会町特産の桃焼けそばは喉越しが最高にいいんです。小松養蜂場には県産の蜂蜜が並びます。小林かしほ、伝統の三之助もろこし、炭火で焼いた一品は贈答品にも。大正6年創業、老舗の発酵蔵は醸造業が盛んだったこの地域の歴史を語る建物。昔ながらの製法の味噌と醤油です。発酵麹タヤはレストランのほか特産品の販売も。自家製のパンはふわふわもちもち。梅物食べてば由利本荘市へ。